早いね。ちょっと待って。今からこれ洗おうと思ってるとこだから。ちょっと待ってね。糸から下ろすのに盗んだこれ外さないと下に届かなかったか切ります。だけだけこれ切ったのも前暮らしてた甲賀町の古いお宅を回収された時に古いお家を回収じゃない建て替えですね、建て替えされた時に古い家が、あれの上天井の部分に置いてたの。主人がいただいて、それでタペストリーの棒に使ったり、のれんの棒に使ったりしてきました。太すぎて使い道がないので、こうやってこのまま井戸の上に乗せて、すごい丈夫なのに使ってました。さっちゃん、ちょっとさっちゃん待っててね。
Thank you.
Thank you.
食べる？さっちゃん、人参してあげようか。はい、人参してあげよう。ちょっと帽子脱いで。はい、人参してあげよう。待ってね。人参食べるね。ちょっと待ってね。切るわね。だもんね。
染め。こっちで食べよう。こっちで食べましょう。はい、どうぞ。どうしよう。え？いいかな。
ちそうさまね。さっちゃん。まあ、ごちそうさま。ちょっと待って。さっちゃん。ちょっと、もう少し待って。お散歩は。お散歩行くの？じゃあちょっと首輪だけして。ちょっと待って、すぐついていけないよ。ちょっと待っててね。倒して、どっち行ったんだろう。どっち行ったのか分かんない。どこも行ってなかったね。ここにいたんだね。ここにいたのにどっか行っちゃったと思っちゃった。
待ってくれてんの？ごめんごめん。お待たせ。ばっちゃん暑くて気持ちいい、いいとこ見つけたね。ここ日陰だからね。
来るよ。いい？回ってきますよ。帰る？暑いから帰ろうか。帰ろ帰ろ、おいで。帰ろ帰ろ、さっちゃん。日差しが暑いよ。ね。
巻きし、もうちょっとしてから水巻きする。さあ、おいしいもん食べようか。さっちゃん、おいしいもんまた食べようか。食べたとこだけど、はい、お帰りなさい。入らないの？鍵かかってるからね。鍵開けるわね。ちょっと待ってて。鍵がかかったまま、さっちゃん開けちゃうから。鍵かかったままだから。こっちから開けるわね。はい、分かった分かった。ちょっとここお皿置くからね。お皿置いて、ちょっと待ってね。ごちそうさまでした。ごちそうさま。Thank you.
でした。